ティム・クラベーは、オランダの小説家、推理作家、男性、オランダの首都アムステルダム生まれ、アムステルダム在住。日本語では、ティム・クラッペ、ティム・クラベとも表記される。1943年、祖父と父は、オランダの巧妙な画家、母は、小説家という芸術家一家に生まれる。弟のユルン・クラベーは後に、映画監督、俳優になっている。 アムステルダム大学で心理学を専攻。1967年、デワーコロウカムールド・オーパスキティ・デュイゼンバーグで小説家デビュー。1984年発表の失踪は1988年にオランダで映画化され、オランダ最優秀映画賞を受賞した。同作は1993年にアメリカでも映画化されたが、 結末が変更されており、クラベー自身が脚本を手掛けたオランダ版の方がはるかにいいと、クラベー自身は評価している。1997年発表の洞窟もクラベーの脚本でマルティン・コール・ホーベンにより映画化された。1994年発表のマダム20は国際推理作家協会オランダ支部のオランダ推理作家協会が 年間最優秀のオランダ語で書かれた推理小説に贈る金のロープ賞を受賞している。作品は15カ国語に翻訳されている。日本では上に挙げた失踪、洞窟、マダム20が刊行されている。チェスでも実力を発揮し、1967年から1972年にかけてオランダのベスト20に入っている。チェスに関する著作もある。また、 30歳の時に自転車競技を始め、本格的なトレーニングを積み、レースでの優勝経験もある。この経験をもとに1978年には、レナーという作品を執筆している。ありがとうございます。